Evertown. This is the first time I ever played this game. I saw a lot of ads for this game. Let's see how it is. Might have to wait till it downloads. ローマ説。それは、それは100年に一度エルデの血を覆う圧倒的な悪意。不死の魔人、エターナルが率いる破壊と殺戮の波は、あらゆる種族を等しく飲み込んでいく。時に西方暦2218年、それは以前のゴーマ説から、リン、そろそろ村へ戻るぞ。エルラン、あの茂みの中、ビリドラだ。風上の上、この雨でこちらに気づいていない。エルラン、ここは俺に任せてくれ。仕方ねえな。やるからには子孫じるなよ。そいつは順調に成長して進化すれば、かなり頼れる相棒になりそうだぜ。ああ、当初の目標はこれで達成だ。協力、感謝するよ。ほとんどお前のおかげだろ。まったく、村一番の狩人さんは謙遜が過ぎるぜ。モンスターの鳴き声。近いぞ。人の駆け足の音もする。まさか、人を狙ってる。おい、やめとけ。探索の終盤で準備も心もとないんだぞ。ただでさえ最近のモンスターは妙に凶暴なんだ。ダメだ。父さんだったらきっと。いや、絶対に逃げない。なんだ。今、フィンの目が。俺はずらかるぜ。お前も。
こっちか。こっちか。普段はおとなしいサンドタートルがなぜ目に狂気が宿っていた。助かりました。二人とも無事みたいでよかった。俺はフィン。私はリゼット。こっちは弟のティオ。助けてくれて。リゼットにティオか。それにしてもろくな装備もなしに何だってこんなところに。私たち、この北のウェスカテ村から来たの。ウェスカテはモンスターの大群に襲われた。逃げ切れ、私たち二人だけ。え？モンスターたちが何だ？マガマガしい正気をまとった女の魔族に引き入られて、みんなを。ここも安全じゃない。俺の村に来てくれ。ユドミラ隊長、掃討作戦が完了しました。うん、村人の避難状況は滞りなく、重軽傷者とも現在東の丘で治療を施しております。村にこれほどの被害が出たというのに死者が出なかったと。ウェスカテ村に送った石膏から何か報告は。それがウェスカテは全滅とのことです。生存者は確認できていません。なんということだ。モンスターたちが村を襲ったということは、近くにそれを扇動した者がいるはず。探し出すのだ。はっ。これがゴーマ説。世界そのものが大きな悪意に包み込まれたようだ。俺たちの村がまさかフィンの村にまであいつが。君たちは
この村の住民か。俺はそうです。この二人はウェスカテ村から。そうか、そうか。私はリグランド石流騎士団第三連隊隊長リュドミラ。ロッセの村民は皆無事だ。今はひとまず安全な場所に避難してもらっている。ウェスカテは間に合わず無念だ。ロッセも村への被害を抑えきれなかった。復興にはしばらく時間がかかってしまうかもしれない。ロッセとウェスカテが同時に襲われるなんて、これじゃまるで伝説の。そうだ。これらはゴーマ説の影響だ。そんなゴーマ説は100年周期で、前期も18年前に終わったはずじゃ。隊長どうした。新手です。女の魔族。我らの手には負えません。アルフレッド。赤龍騎士団ですか。姉さん。間違いない。私たちの村を襲った。貴様がみんなを殺した。何者だ。よくも我が騎士たちを。偉大なるゴーマ皇帝より栄光を授かりしゴーマ将軍一人、ジャガイのミボーネと申します。不死身と呼ばれる魔族の将、ゴーマ説に現れ、モンスターを操るというが、貴様がこの村を、実験隊たち、村人は避難済みですか。赤龍騎士団、不遂なこと。そちらは後で探すとして。元気な被験体です。でもあなたへの知見はほんの少し後ですよ、ね。嘘だ。傷一つないのだ。不死の力。これか。お前、私のティオに何をした。前の村で試した薬の匂いがしますね。あなた、あのウェスカテとかいう不潔な村にいましたのね。しかしどうやって私の結界を。興味深いですね。いいでしょう。あなたたち兄弟は特別入念に薬の投与を行ってみるとします。みんなが殺されてしまう。何もできないまま見ているだけなんて耐えられない。でもこのまま目を閉じてしまえば俺は。そう、目を閉じてしまえば君は。そうだ、
その瞬間、俺は死ぬ。俺の魂。そうだ。目を開くんだ。許されざる敵を。そして、守るべきものを見据えるんだ。さあ、たけき赤よ。今こそ、燃え上がれ。あの人間が放つこの光は、この圧力、一体何が起きているというんですの？フィンの瞳が、実験体追加です。覚えて嫌がりです。俺たちの勝利だ。私の体に人間ごときが傷を。まさか、その瞳、まさか、瞳、なんだ、目が、体全部が焼けつくように熱い。人の上位存在であるこの私に傷をつけるなどありえません。ありえませんわ。ゴーマの章を退けた。待て、未亡ね。赤の紋章、魔を退け、邪悪を払う赤き紋章。紋章、そうだ。そしてそれこそが、ゴーマ説を終わらせる、唯一無二の力だ。ゴーマ説を終わらせる。リゼット、落ち着いて。リュドミラさん、これは、リゼット、ティオを見せてくれるか。呼吸や脈は正常だ。ひとまず命に別状はない。だが、眠っているようにしか見えない。この症状、確か。リゼット、ティオを王都のセリオインで見てもらう。君も共に来なさい。そしてフィン、君にも、未亡ね、あいつはきっともっと多くの人々を傷つける。止めなきゃ。でも、そのためには、
リュドミラさん、リュドミラさん、俺も王都へ連れて行ってください。元よりそのつもりだ。詳しい話をするためにも必ず同行してもらう。村の民も分隊が護衛し王都へと避難させる。よろしくお願いします。今夜は冷える上にこの雨だ。いたずらな行軍はティオの病状を悪化させるかもしれん。ひとまずここで夜露をしのぐこととする。ゴーマ説、ゴーマ説、紋章、紋章、この世界と、この世界と、そして俺に何が起きているのか、それを知るためにも。目指すリグランドオープンでは丸一日。ティオを守りつつ進むぞ。雨はやんだが足元はぬかるみ。不安定だ。決して気を抜くな。モンスターたち、魔族の影響でみんな凶暴になってしまったんでしょうか。ベスカテやロッセを襲った者は明らかに魔族の支配下にあった。だが本能そのものに変わりはないはずだ。今までのように捕獲して仲間にできるってことでしょうか。おそらくな。だがそもそもゴーマ説により土地そのものの魔力の影響を受けている。捕獲のな…気をつけます。それでは改めて、王都へ向け出発だ。ソウルストーン。ソウルストーン、初めて見ます。確かモンスターとかを召喚できるんですよね。モンスターだけではない。過去、未来、魔界、天界、さまざまな世界から魂や武器を召喚できるのだ。いい機会だフィン、召喚をしてみるか。やってみろ。ただし、ソウルストーンは使用者の心を映す鏡だ。悪しき。大丈夫だと思います。多分。
ルーの傭兵シャナだよ。今後ともよろしくね。ごめん、ちょっと嘘ついた。実はシャナまだ傭兵見習いなの。これが召喚。とりあえず悪しき心の持ち主ではなさそうだな。よかった。よし、これで戦力も増強できた。ティオを守り。
尻尾、そろそろ新しいのにしよっかな。これで私も一人前になれたかな。しかも、しっはぐれもの最近の私、嬉しいな。また強くなれた。私、世界一強いか。最近の私、いい感じだ。ロッセの人たちが騎士団に先導されて王都まで避難するのを見かけたの。子供たちが傲慢説に巻き込まれるなんて想像するだけで恐ろしいわ。ロッセの人たちが子供たちが傲慢説に。皆さんは赤竜騎士団ですね。実は今少し困っていまして、力を貸していただけませんか。茶色いフードをかぶった見知らぬ男に私の大事なソウルストーンが入ったカバンが盗まれてしまったのです。王都の方向に逃げたと思うのですが、何匹か強そうなモンスターを連れていて、恥ずかしながら私には手も足も。お願いです、どうかカバンを取り返してきていただけませんか。お礼はいたしますので。しまった。
った。やってみせる。どうだ。リュドミラ隊長、向かわれたロッセ村が壊滅したと聞きましたが、よく…ハルバートではないか。近辺のパトロールをしているのか。ご苦労だ。ロッセ村を守れずにおめおめと逃げ帰る羽目になってしまった。そうだフィン、ハルバートと戦ってみろ。彼は赤竜騎士団の中でも指折りの教官だ。なかなか筋がいいな、青年。訓練を積めばきっと大成するだろう。君の実力なら、あそこの草むらを縄張りとしているエーテルポニーを捕まえられるはずだ。少々年を食ってしまった私では、奴に追い…
リゼット。せめて俺がロッセでミボーネを倒せていれば。リュドミラ隊長、俺オートに着く前にでも何かしたいです。少しでも強くなりたい。ほう。だが己の力一つなどたかが知れている。まずその手段としては、まずモンスターの捕獲、そして希少アイテムであるソウルストーンを用いた召喚などが代表的だな。加えて自分や仲間の装備を整えることだ。ソウルストーンからも手に入るが、町の商人を頼るのも良いだろう。また一部の装備は宝物としてエルデ各地に保管されている。それらを探し出し手に入れるのもいい。仲間と装備か。うむ。そして飽くなき鍛錬こそが。休憩終了。総員、行軍準備急げ。フィン、待て。そんなに少ない人数では心もとないぞ。最低で仲間にしたキャラクターでチームに入れ忘れたものはいないか、今一度確認することだ。それとこの辺りには強力なモンスターも生息しているようだ。捕まえれ。いつでも行けるよ。